私の名前は佐川勇、建築関係の会社で働いている。夫の勇気とは母の知り合いから紹介されて出会った。顔を合わせた時はいい人だと言われ、実際付き合ってみたら確かに優しい人だった。俺は家族みんなを大切にしていきたいんだ。そっか、その時は家族思いのいい人だ、子供を持っても大丈夫そうに見えたのだ。しかし結婚して全て覆された。ねえ、結婚したばかりなのにまた実家行くの？だって俺が結婚して母さんが寂しそうなんだ、仕方ないだろ。彼の正体は母思いではなく、もはやマザコンだった。何かのイベントは必ず義母のために義実家へ帰る。私と喧嘩すれば義母に愚痴る。2日に一度は必ず顔を見せに行く。義母から注意をしてくれればよかったのだけれども、義母も義母で息子が大好き、嫁より自分が最優先とマウントまで取ってくる始末。ああ、なんで結婚前に分からなかったんだろう。もうお母さんのことが誰よりも大事なのに、なんで結婚しちゃったのかしら。だって母さんに孫を見せたくてさ。うふふ。義実家に連れられるたびにこんなの見せられて吐き気がする。私には早く家事をしろ、お小遣いをよこせ、私に逆らうなとしか言わないくせに、息子と結婚しただけで憎らしい存在なのか。私を何とかして可愛い息子から引き離したい。このとんでもない義母はありえない提案をしてきた。それは夫がまだ帰っていない平日の夕方のこと。いきなり押しかけてきた。あんたにいい話持ってきてやったわよ。は？それはなんと見合いの話だった。すごくいい縁談よ。相手はバツイチ60代、ちょっと介護しなきゃいけないお母さんはいるけどね、あんたなら若いから大丈夫でしょ。正気ですか？息子の嫁にお見合い話を持ってくる義母なんてどこにいる。いや、ここにいたわ。絶句している私を見てニヤニヤ。お見合いは今週土曜の昼間にやるからね、絶対行くのよと写真とお見合いをするレストランの地図を置いていった。嫌われてるのは重々承知だ。だけどこれはあんまりだろう。私は夫が帰ってくるなり義母に言われたことを話した。が、嫌がらせを認めたくないマザコン夫。これは嫁への嫌がらせか地方かどっちだと思う？と聞いたら、地方とも認めたくないから泣きそうな顔で押し黙った。あなた、嫁がこんなことされて怒らないの？結局無言でご飯を食べてお風呂入って寝た。都合が悪い、義実家におかしいところがあるとすぐこれだ。次の日も黙ったまま出社した。黙ってればなんとかなるとでも思ってんのかしら。私も出社して一日仕事を終えて帰ると、今日はすでにもう夫が帰宅していた。問い詰められるのを予想してたらしく、これから言い争うぞみたいなキリッと顔している。いろいろ考えてみたけど、母さんにあんなこと言わせたお前も悪いぞと先制攻撃してきた。私のどこが悪いって？そりゃ日々の態度とかだろ。それに見合い話は冗談に決まってる。母さんにそこまで言わせたお前にも責任があるんだ。お前が母さんに気に入られていればあんな冗談は言い出さなかったよ。よってお前が悪い。まくし立ててドヤ顔。帰宅するまでに考えてこれで理論武装したつもりだったらしい。もうね、今までのこともあってほとほと冷めた愛情が。あっそ、離婚するから気に入られなくてももう関係ないわ。え？夫、またびっくりした顔で黙る。昨日と同じように黙ったまま風呂へ。風呂で言い返す言葉を考えてたらしく、出てくるなり。離婚なんて短絡的だと思う。短絡的な女と離婚できてよかったんじゃない？でも君の短絡的なところも好きだから。好きなのにママからは守らないんだ。夫はまた黙る。この繰り返しだ。ひとまず夕飯にすると、また考えたのか勝手に喋り始めた。離婚はしないから。でも私見合いするらしいよ、どうすんの？あれは冗談だから。今週の土曜だって。離婚したくないならあなた行って断ってきてよ。そんなみっともないことできるわけないだろ。既婚の女が見合いする時点でめちゃくちゃみっともないから、これ以上みっともないことなんてない。またまた黙る夫。もそもそご飯を食べている。だいたい既婚の女が見合いしたら世間の人は普通は信じられない、旦那は何してんのと思うものだよ。旦那はよっぽどなめられてるんだなって。あなた義母さんにも見合い相手にもなめられてるんだよ。なんでそれがわかんないの？夫が口を聞かなくなったので私はお風呂へ向かった。上がってリビングに戻ったら夫はおらず、お皿洗って鍵かけて寝た。どうやら義実家に行ったらしい。夫には離婚する、見合いの審議は行かないからどうでもいいと LINE しておいた。既読がついたが返事なし。次の日出社し、
お昼休みの間に離婚届を取りに行った。マザコンなのももう無理だし、妻を守ろうともしないのも我慢の限界。その日は家に帰った後すぐに荷造りを始めた。すると夫が帰ってきて驚いていた。何してるんだよ。どうせ離婚するから早めに荷物まとめてるの。俺はしない。母さんに孫を見せるんだ。そう、私以外の人と子供作れば。ここまで来ても母さん母さん。離婚届もらってきたから早く名前書いてよ。まだ、絶対に書かない。子供のように地団駄踏んでわがままを言う夫にドン引き。もう一緒にもいたくなかったし、とりあえず必要なものを持ってビジホに向かった。着いてから両親にも連絡する。事情を話すとそんな気がしてたと同情してくれた。お母さんの友達もあんな人だったとはって紹介したの謝ってきてたのよ。そうだったんだ。初めて出会った時は巧妙に隠してたみたい。だからね、私は自力でいい弁護士を探し、離婚に向けてとあるレストランで話し合いをすることに。私は弁護士だけ。夫は案の定義母を連れてきた。俺は離婚したくない。もう離婚は決まってるので。お前は母さんに親孝行したいという気持ちはないのか。自分の親にはありますよ。でもあんたの親は赤の他人でしょ。結婚したからには実の親同然だ。無理無理。マザコンすぎて思わず笑ってしまった。横で話を聞いていた義母は真っ赤になって震えている。世間体を気にする人だから弁護士に嫁にお見合いを勧めたというのを知られただけでも恥ずかしいのだ。あなたたちとは早く縁を切りたいんですよ。嫁にお見合いを勧めるなんて異常ですから。そんなつもりじゃなかったのよ。どういうつもりですか。やめろ、母さんを追い詰めるな。母さんは何も悪くない。ここまでさせたお前が悪いって言ってるだろ。義母のこととなると口が達者になってまた笑いそうになる。勇気。母さん、俺が母さんを守るから。三文芝居を目の前で見せつけられて、弁護士さんも気まずそうに咳払いをした。どうぞ二人はご勝手に生きてください。お前は母さんに孫を見せる役割があるんだ。逃げるのか。バカらしい。もう口を開くのも嫌だったけど、はっきり言ってやることにした。なんで？あんたの子供なんて産みたくないんだけど。え？だってそうじゃない。私たちのためじゃなくて母親のためなんておかしいわよ。子供は喜ばせるための道具じゃないの。あんたには育てさせないから、私がちゃんと育てて。いやだから産みませんから。つーか、あんたが育てたらこの人みたいになっちゃうじゃん。笑っちゃいけないのにまた笑ってしまいそうになる。嫁のことは嫌いなのに、なんで嫁の産んだ子供は育てる気になってんの。弁護士も苦笑いしている中、バタバタと私たちのテーブルに近寄ってくる男性がいた。義父だった。やっと見つけたぞ。俺に知らせず話し合いに行くなんて。お前ら、どうやら義父に黙ってきたらしい。二人は真っ青になり口ごもる。お久しぶりですね、義父さん。勇さん、申し訳ない。俺の方からちゃんと言うから離婚は。無理ですよ。この人、私にお見合いを勧めたんですよ。お見合い？ビクッと義母の肩が震える。本当に独断でやってたんだな。みるみるうちに義父の顔が怒りで染まっていく。ふざけおって。最近コソコソしていたのはそれか。お前も嫁さんを守らんか。え？公衆の面前で怒鳴られる二人。まあまあと弁護士と落ち着かせて、今回離婚に至るまでの話を全て聞いてもらった。それで明らかになる夫のマザコンぶり、義母の異常な嫌がらせ。義父は何度も頭を下げた。情けない。お前らは恥さらしだ。違うの。あなた、私は勇気のことを思って。母さんは悪くないんだって。バカたれ、どこに嫁にお見合いを勧める姑がいる。お前もお前だ。何が悪くないだ。見てみろ、笑われてるぞ。ありえない、あんな姑いるんだ。マザコンやば、スカッと動画みたいじゃん。私でも即離婚するわ。はっとして二人が周りを見れば、みんなクスクス笑っている。そんな声が届き、やっと二人は自分たちの方が異常だと気づき始めたみたいだった。分かってくれた。じゃあ離婚届に判子をしてね。やだ、今までのことは改めるし、やり直そう。私と離婚したら大好きなママとずっといられるね。よかったね。わざとらしくにっこり笑って返してやると、夫の顔はくしゃくしゃになって涙をボロボロ落とした。勇気をこんなに泣かして。いや、原因はあんたにもあるんですけど。まだわからんのか。義父に再度怒鳴られ、やっと黙り込む義母。その場で離婚届にハンコをもらい、すぐに出しに行った。それからなんと義両親も離婚、義母も夫も家から追い出され、文字通り二人だけの暮らしをしているようだ。これでママとずっと一緒ね。そう振る舞うも、夫は狭いアパートに母親と二人連れ暮らしだなんて、先のことを考えると不安しかない。あれだけ好きだった母親も、介護が待っていると思うと笑顔になんてなれるわけもないだろう。母さん、介護になったら施設に。
いやよ、ボケても勇気に最後まで吸わせてもらうから。今は元気でもいずれはどうなるか。まあ二人で今は幸せに暮らせばいいと思う。私の方は職場の同僚とお付き合いを始め、1年後には再婚。離婚してからいろいろ話を聞いてもらってたら仲良くなってしまった。結婚なんてもうしないと自分でも思っていたのにわからないな。今度は穏やかに暮らせるといいな。今の夫は一緒にいて楽しい。お互いを尊重し合える日がいつまでも続けばいいなと思っている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。